い、レオンチャンネルです。プレバンの方で騒動のガッチャードに関して新情報が来ておりますので、あ、何もう予約始まってんの ?4950円で、え、ソードでしょ、ハイグレード版ソード。あ、じゃああれだ、一応、ソードシリーズは終わらないんだ、ガッチャードも。なので、一般発売の、え、待って、ちょっと職場見るか。こっちに情報来てるか。あ、ブログだ。ブログの方に、あ、来てるね、普通のガッチャードの一般発売の、食玩情報が。さっきのプレ版とはちょっと色が違う気がする。ソード最新シリーズも始動で DO さんが引き続き担当で、ソードガッチャード1弾のラインナップをご紹介。全8種で4体のキャラクターが再現可能な豪華ラインナップ、超重要ポイントが大きく3つ。はい、まずビジュアルに関してはいつものソードクオリティだけど、なんかスタイルがさらに小顔になってるとか良くなってる感じ。でもやっぱシールはねそれなりにありますね。この辺とかこの辺とか。ピカピカのボディは彩色とシール版を調整し再現。うん、彩色っていうのがあれか、さっきのプレ版版か。首元のマフラーも印象的で、実中どんな風になびくのか楽しみ。そして専用武器ガッチャージガーも第1弾に収録。なんかすごいスタイルがいい気がするんだけど。さらにスチームホッパーワイルド、一体どんな活躍を見せるのかで、ギーツ参戦。あーすごい、ギーツ9もガッチャードのラインナップに入ってくるんだ。さらに、あーすごい、武人ソードもじゃん。さすがにでもシール祭りだな、この辺は。武人ソードはでもリボルブチェンジがねかなり良さそうだしね。お値段は590円据え置きで、新ダイザーを収録。あーダイザーもコスト削減かな、簡単な感じになっちゃったね。ただ、支柱台座を完全に生産廃止するわけではなく、イレギュラーで収録。超重要ポイント。え？何？超重要ポイント1。全ラインナップに仮面ライダーガチャードに登場するライドケミトレカのレジェンドライダーケミカードが収録で、レジェンドのカードが本編に登場するわけじゃないよね。うわ、バルカン、ギャレン、みんな、ちょっとなんか、ケミ化してんだ、それぞれの。モチーフが。いや、アクセルとかそのまんまじゃん。メテオだと隕石だったりとか、あとはタイヤ、マッハに、あ、もうゲームキャラクターとかね。ディエンドだとバーコード部分とか、イクサはモチーフが司祭だから、聖職者みたいな感じなのかな。バルカンのウルフかっこいいね。第1弾限定でレジェンドライダーケミーカードを収録で、あ、でもさ、ライドケミートレカこれレジェンド、連動変身音どうなるんすかね。もともとケミー自体が101種で変身音が50種以上入ってるっていうやつだから、ベルト側にこういうサブライダーとかの変身音まで入れちゃうと容量大変なことになるんで、ライダーとか共通音が鳴るだけなのかな。あとまあ2枚の組み合わせとか、あ、でも組み合わせ書いてあるね。01なら電王、はあ、フォーゼならビルドとか、ディケイド系ならジオー系とか。へえ、じゃあ何かしらの音声が鳴るのかな。よかった、2段以降も全部入ってますよってなるとまた大変だなと思ったけど、まあこんな感じで位置に合わせることでスチームホッパーが完成して、34でホッパーワイルド、あ、これであれか、バッタちゃんかで、D9 と武人ソードとなっております。超重要ポイント2、プレミアムエディション、さっき見たやつだ。今日の10時より受注開始で、豪華版、コンセプトはさらなる高み、で限定商品でしかできないハイクオリティな仕様ですので、通常版とは別物と捉えていただき、ご覧いただけますと幸いです。ガッチャードのプレミアムエディションはゴリゴリの塗装なんだが、いいじゃないの。こことベルト周りぐらいか、あとこの辺か、あ、膝アーマーもシールかな。待って、シールじゃないんだ、もうクリアになってんだ、すげえ。あとグリーンのね、このブルーグリーンみたいな色が濃いめ。わお、こりゃすごい。全身にわたって美麗なメタリックカラー塗装を追加。映画のゲスト出演でもテッカテカになってましたもんね。襟、背中、脇腹、肩、太もも、前腕、手首、足首、全部彩色で、これで決めポーズもバッチリ決まるで、角付き手首、角度付き手首、あーなるほどね。あとは穴なし握り拳なんかも付属するそうです。足裏がついてる、大騒動だ、大騒動のさらにレベルアップ版みたいな。さらにスチームホッパーワイルドにも塗装追加、あ、こっちもつくんだって思うと、どう、値段が2000円アップぐらいの感覚かな。買うわこれは。で
あ、同じ形式でギーツプレミアムエディションも発売。あ、これもシール少ないんだ。あ、でクリアパーツ使われてんの。待ってくれ、武人ソードも出るんか。でもこっちは顔こそ特別な感じだけど、それ以外はゴリゴリシールだな。ほら、あー、で瞳も表現してるわけね、塗装になってると。あー、でもこれは別にいいかな。価格によりけりだな。どっちも4950円か。また今回初の試みとして、すごい騒動さ、ちょっと一時期もう終わったんじゃないか疑惑があったけど、まあ、公式からは一応終わってませんみたいな風に言われておりましたが、さすがに今回終わるんじゃないのからのガシャポンエディション。相当が11月にガシャポンで登場。ガシャポンエディションは通常品とは異なる仕様だって。で、今後情報解禁していきますよと。今年の相当ガチャードは過去最大級の勢いで始動します。さらに、食玩からライドケミートリカウェハースが発売。全21種のラインナップで、L はレジェンドの L。で、UR とか SR とかいろいろ。これはどうなんだろう。ウェハースって20個入りだから21種全部ワンボックス集まんない気がするな。いつ発売かは書いてないね。情報解禁とだけしか載ってないので、まあ9月はないのかな、10月とかなのかな、ちょっとまだ分かりませんね、発売時期に関しては。というわけで、これを踏まえて、じゃあプレ版版詳しく見ていきましょう。ハイグレード版ソードを今後これの売れ行き次第ではいろいろこういうテイストで出していくのかな。ゴーグルを下げた状態の見た目のヘッドはないんだな。仮面ライダーガッチャード、スチームホッパー、ああパッと見アーツみたいな感じだよな。でスチームホッパーワイルド、空間のディティールをクリアパーツで再現。うん、でメタリックボディになっており、各パーツがシールから塗装に変化。穴なし握りこぶ、さっき見た通りですね。で角度付き武器持ち手首とか、なびいた状態のマフラーとか、キックシンサリー用の足裏パーツで、ホッパーワイルドは背面の塗装追加で支柱付きでございます。後ろ姿もいいね。色はぶきがほとんどないってことなのかな、シールも合わせて。じゃあこれは買うわ、とりあえず予約する。で同時発売のギーツの方も見ていきますが、同じ4950円でこれもクリアパーツ複眼に変わってますよと。でギーツ9に関しては結構塗装に変化してる部分が多いようですが、マスク型、胸部、太もも、手首で、タイクーン頭部で、タイクーンは頭部だけがクリアパーツになってるだけで、それ以外は変わってなさそうだね。マントこんな風になってんだ。てか武人ソードはマジで首から下は完全一般販売と変わらないようです。これは迷うけどな。ギーツ9だけだったら欲しいんだけど、まあスルーかな。リボルブチェンジ出るし。はい、レオンチャンネル総動仮面ライダーガチャとプレミアムエディションをポチりました。じゃあこれ11月待ちましょう。であとはさっき読まなかったデラックス玩具の開発ブログも見ましょう。デラックスガッチャードガンカード30枚連射、9月2日発売。ガッチャージガの名前の通り仮面ライダーガチャードが使用する10型の武器となっております。ガチャドライバーと同じく本体のメインカラーはクリアオレンジとなっており、矢印を連想させる外観が目を引きますね。さらに正面部分には矢印のデザインが担保印刷であしらわれており、矢印が前面に押し出されています。この辺が担保印刷ってことね。さらにガッチャージガのポイントは何といっても最大30枚のカードを発射できる点です。その驚きのギミックはこちらで、上でスキャンして横にセットして前にずれると、で下に落ちるはずだと思います。まあ、ここに思いっきりヒンジで開く蓋がありますからね。カードがパーンと出ないとはいえ、結局カードには負担がかかりそうなので、まあ、これはコモンで遊んだりとか、ハラハラしながら高レアで遊んだりとかする形になりますかね。カードをスキャンするとカード名と必殺体験が発動を、カードを挿入口にセット、トリガーを引くと内部のモーターが稼働。お、ああ内部モーター稼働、あすごい、あモーター駆動いいじゃん、キングラウザーみたいな感じ。えだったらもうそれこそキングラウザーみたいな、もう吸い込みモーターみたいなやつが一番理想なんだけどな。必殺音とともに本体内部でカードがまるで銃弾のように発射、
カードは30枚までガッチャージガニセット可能、つまり最大30枚連射のカード攻撃を放つことができます。そしてモーターとカードの振動で本当にカードが発射しているかのような臨場感と立中さながらの演出を味わえます。さらにスキャンした枚数によってガッチャージバスター、ガッチャージツインバスター、ガガガガガッチャージバスターの3種類が鳴るで100種類以上のカードを個別認識。すごいっすね。実は LED の発光にも秘密があり、スキャンするカードに応じて LED の発光色が変わります。発光パターンにはある法則が存在するので、実際にライドケミートリガーをスキャンして秘密を解き明かしていただけると幸いです。で、まあ属性じゃない、10種の属性がこれね、属性マークがありますから、それによってパターンが変わるんじゃないかな。さらにバルバラッシャー、謎の戦士バルバラドが使用する変身武器で、パープルとホワイトのボディが特徴的なバルバラドは仮面ライダーガッチャードと対照的に不穏でダークな雰囲気を醸し出しています。バッファ思い出すね。そして正体は誰なのか、敵か味方か、その目的とは、そんな全てが謎のベールに包まれたバルバラドが使用するバルバラッシャー、本日は玩具仕様の全貌を紹介いたします。でパーツをずらしてカードをセットするとカード認識音が鳴ってバルバラッシュで変身完了するんだけど、ビークル属性のライドケミートレカをスロットにセット、ボタンを押しながらスロットを収納するとカード名と変身待機音が発動、トリガーを吹くと LED 発光で変身音発動。仮面ライダーガッチャードは2枚のカードで変身するのに対して、バルバラドはビークル属性のカード1枚で変身します。あ、じゃあビークル限定で認識するとか。さらに別売りのライドケミートリカを使用した必殺技もあります。ビークル属性以外のカードをスロットにセット、トリガーを引くとセットした属性のカード必殺が発動。あー、そっか、ホッパーワンじゃなくてインセクトとかゴリラ先生じゃなくてアニマルって言ってるから、10種の属性だけを認識する形かな。それだと必殺技10種なのかもしれませんね。そっかそっか、さすがに全種認識はないみたいですね。でも属性認識するだけでも全然十分っすよね。でインセクト必殺技やアニマル必殺技、カードによって必殺音が変わります。集めたカードの分だけ遊びの幅が広がりますと。まあライドケミートレカもまだ属性とかが全部公開されてませんからね。でバルバラドローバックルは20枚収納を同日発売ですよと。カードが収納できるホルダーバックルになっております。バックルはバルバラドを彷彿させるスパナや機械的な模様が担保印刷。なんといってもライドキミトリカ最大20枚収納できるのが特徴で、バックルからカードをドロー、これはじゃあいろんなライダーが出るたびにカードドローホルダーが発売するのかな。そう、ここをね多分ヒンジで動くようになってて、これは新しい仕様になってますよね。でカードが2枚付属してアニマル属性必殺を楽しむことができます。で本商品に付属されているゴリラ先生カードとガチャドローホルダーに付属されているカードを組み合わせるとお楽しみに。でまあでもこの辺はね、別ページでまあまあもうネタバレされてたりしてますからね。おもちゃ情報はこんなところなんだけど、カードラインナップが、あ、ほらこれこれ01のレジェンドとか、いやパック版の方にもこういうレジェンドカードがありますよっていうのが公開され、普通のケミーとは違って劇中で登場しなさそうなカードもいろいろラインナップされてるっぽいですね。ということで今年は相当ハイテンションに騒動をやっていきますよ宣言がされておりますので、まあ僕もどこまでレビューするかって感じですけど、こういう到着が早いプレ版アイテム、ハイグレード版が出てくれるのはシール枚数も少なくて作りやすくていいんじゃないかなと思います。もうこの辺りも予約開始になっておりますので各リンクは貼っておきます。以上レオンチャンネルでした。